グレン・デイビスは、アメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ出身のバスケットボール選手、NBA のボストンセルティックスなどに所属していた。愛称は、ビッグベイビー、身長206センチメートル、体重131キログラム。ポジションは、パワーフォワード、センター、デイビスとジョン・ジョー・オンズ地元ルイジアナ州立大学では、チームを1986年以来の、 NCAA トーナメントファイナル4に導いた。2006年のサウスインスタンカンファレンスのプレーヤーイヤー・オブ・ザ・イヤー、オールアメリカセカンドチームにも選出された。2007年の NBA ドラフトにアーリー・エントリー、2巡目全体35位指名を、シアトル・スーパーソニックスから受けたが、レイ・アレンと共に、デロンテ・ウェスト、ウォーリー・ザ・ビアック、同じ2007年のドラフトで、全体5位で指名を受けた。 ジェフグリーンとの交換で放出されたルーキーシーズンとなった2007から2008年シーズンの最初19試合はベンチを温めていたがセンターのケンドリック・パーキンスが故障しケビン・ガーネットがセンターに回ったため2007年12月12日の試合で初先発を果たし16得点9リバウンドを上げチームの勝利に貢献した年明けの1月5日に行われた デトロイトピストンズ戦でも20得点中16得点を第4級に上げる活躍を見せた。最終的に69試合に出場、平均4.5得点、3リバウンドの成績を残した。プレーオフでの出場時間は限られたものとなったが、ファイナル第6戦には15分出場を果たし、3得点、4リバウンドを上げ、NBA チャンピオンに貢献した。 08から09シーズンも昨年同様セルティックスのインサイドの控えとして活躍し76試合に出場し1試合平均7.0得点4.0リバウンドと昨年を上回る成績を残したシーズン終盤主力のガーネットやデイビスと同じく控えのレオンポーラが相次いで故障で離脱したため16試合で先発出場しチームを支えたプレーオフでは 全試合に先発出場し、シーズン中を大きく上回る1試合平均15.8得点、5.6リバウンドを記録した。また、オーランドマジックとのカンファレンスセミファイナル第4戦では、決勝ブザービーターを沈め、勝負強さも見せた。最終的にチームは、連覇を逃すものの、デイビスにとって、自らの実力を示したシーズンとなった。2011年、サイントレードで、 ブランドンバスとの交換でボンウェイファーと共にオーランドマジックに移籍した。2014年2月、マジックがバイアウトで解雇し、FA となったデイビスは、セルティックス時代の恩師、ドックリバース率いるロサンゼルスクリッパーズに移籍した。2015年オフに、再び FA となったが、左足首を手術したこともあり、各チームがデイビスとの契約を敬遠し、現在は、 無所属の状態が続いている。身長206センチメートルとインサイドの選手としての上背はあまりないが131キログラムと横幅のある体格に利してインサイドでのぶつかり合いを好む。その体型からは想像できないほどの優れたアジリティとミドルレンジジャンパーも武器である。ルイジアナ州立大学の先輩であるシャキール・オニールと比較してビッグ・ベビーの愛称で親しまれている。 ありがとうございます。